どうも秘密結社ふりがめ総帥ハッチーでございます。今回は朝日杯フューチュリティステークスひらめけよ罠ってことでね、いやまあひらめいちゃったんですよね。いやどうしようかなと思ったんですけども、今回の穴馬はですね、キーワードが冬は洋芝、まあだから洋風血統というかね、欧風のヨーロッパの血統の馬を狙っていこうということで、ネット競馬想定現在14番人気、単勝想定オーズが 132.3 倍になってますが、このオーズで買う人がいるんで、もうちょっとまあオーズはね、単勝万馬券ってことはないと思うんですが、ブルースピリット、まあ、こちらからいきたいと思います。まあダーリエさん3頭出しの中でもね、一番人気薄ですし、まあショックアクションにはね、戸崎啓太トップジョッキーが乗るわけではあるんですが、このブルースピリットに関しては藤岡祐介騎手が想定されていて、まあデビューから乗ってる騎手なんでね、逆に信頼の藤岡祐介ということにね、この馬に関してはなってるんじゃないかななんていうふうに思います。まあ、なのでね、そんなに心配はしていないんですが、安定面ではね、まあ何よりね、血統的にこの母父ガリレオとかね、この辺のヨーロッパ血統、冬になってね、洋芝に切り替わってるはずのこの時期にはプラス要素なんじゃないかなと。まあ、持ち時計もね、指数的に言えば、まあレッドベルオーブにはちょっと及ばないんですけれども、他の馬たちとは当然好勝負できるんじゃないかなというぐらいね、この買い人気ながら持ち時計はいいんですね。まあ、勝ってきたレースが函館の新馬、そして阪神で行われた襲名菊賞、これ例年だったら京都のレースなんですけども、今年阪神で行われたおかげで、まあ、阪神適性あるんじゃねえということになりますよね。まあ、馬場適性という意味でも阪神での勝ち札があるというのは非常に評価ができます。まあ、前走ね、影も踏まさず逃げ切り勝ちということで、同じようにレースを進めて、まあ1ハロン延長なんとか持ちこたえてくれたらということになりますが、まあ、ダーレイの外国産馬、このね、洋芝の時期ってのはね、この血統には良さそうな気がします。まあここで勝って春につながるかっていうとね、そういう意味では適性がまた別ということにはなりそうなんですが、ここはダーレイ3頭出し2頭出しは人気薄を狙えとかね、よく言われます。そのパターンで、まあ、人気薄を狙ってみたいなというふうに思っております。以上ハッチーでした。